こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行社の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、寒いです。何者をも恐れない力を与えること、様々な恐れを取り除いて安心させること、何事にも不安を抱くことなく強い意志を持って取り組もうとする気持ちを与える仏菩薩の力です。無為政とも言い、財産を与える財政、仏の教えを与える法政とともに三世の一つです。なお寒い者とは、人々のあらゆる恐れを除き去る力を持つ者という意味で、観世音菩薩の別名です。右手を上げ、御師を述べて手のひらを外に向ける寒い印で知られる言葉です。それでは今から寒いを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。